はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。はい、本日のテーマです。小学校受験面接、そもそも何を聞かれて何をするのかです。それでは、西荻フレンドリースクール師匠、今野晋介先生、嘘ついた、西荻フレンドリースクール願書面接担当、今野晋介先生、よろしくお願いします。はい、どうも。はい、こんにちは。今の言い間違いは年に1回やります。大体。なるほど。助けましょう。はい、はい、ということで、今日は小学校受験の面接、普段からね、YouTube ではいろいろと、どんなこと聞かれるかとか、どんなこと気をつけたらいいかな、そんなことを話してるんですけど、そもそもどんな感じなのかな、例えば、はい、まあ、どんなこと聞かれるのかなとかもそうだし、うん、当日のその、まあ、雰囲気的なこともそうなのかな、うん、まあ、ざっくりと全体像が知りたいという方もいるかなと思ってテーマにしていました。そうそう、なんでこれにしたかっていうと、はい、内部の親たち、親御さんたちにね、そもそも何を、うん、するのかもよくわかんないし、どんなことを聞かれるのか聞かれるのかもわかんないから、まあ、ちょっとそういうのも含めて、うん、話をしたいですっていうので、あ、ね、あ、じゃあいいですよって、面接特訓、面接練習というよりもまずはじゃあその基本的なところからいろいろ話していきましょうかっていうので、うん、ということはそもそもそこからだよなと。確かに僕らにとっては当たり前かもしれないけど、うん、初めての人だったらなんじゃそれってなっちゃいますよね。そうそうそう、経験者のねご両親とかだったらまた大変なやつがって思うかもしれないし、うんうんうん、初めてのねご家庭だったら、はい、そもそも何するんだろうっていうところからになってくるのかなっていうので、まあこの話をしておこうかなと。なるほど。で、なんだっけ、うちの面接特訓、はい、フレンドリースクールの面接特訓、外部生向けね、はい、そう、僕は内部生にもやってるけど、外部生の人たちにもスポットでね、はい、面接特訓をやってて、うん、でその時にも必ずまあこういう話はねするようにしてて、まあそもそもそこがわからないっていう方も結構いるので、うん、いやこれね、知ってるか知らないと結構大きくて、例えば全然違う話にしますよ、うん、演奏会とかでなぜ緊張するかっていうのはリハーサルしてなかったりとかね、そうだね、ちゃんとした本番の環境に慣れてないからとかいろいろあるじゃない、やっぱりイメージがどれだけできてるかできてないかってすごい大きいと思うんですけど、うん、そもそもこのどういう空気感なのかとかそういったことが事前になんとなく分かってるだけで他の人と差をつけることができるんじゃないかなって思う。そう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 、うん、あと心構えがあればだいぶ楽になってくるですね。そうですよね、気持ち的に、うん、で、まあ、そういう話をしようかなと思いまして、はいはい、で面接ってなんだろうな、どれぐらい大事なのかっていうところも正直分からない人もいるのかな、うん、重要性、ね、重要性、そう、まあ、何を聞かれるのか分かんないんだから練習のしようもないじゃんっていうのも、うん、と思ってる方もいるかもしれないし、まあ、全体の試験ペーパーがやっぱ大事だから、まあ、面接っていうのは確認ぐらいなのかなとか思ってる人もね、もしかしたらいるかもしれない。まあ、願書に書いたこと言えばいいんだわって言って、そう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 、あとはアドリブで勝負だわって人も中にはいる、うん、いや多いのかもしれない、うん、結構ねそういう感じで考えてる人はね、うん、いないわけじゃないからはっきり言うんだけど、うんうんうん、めっちゃ大事だから。そうですね、そう、ペーパーとかが例えばかなりできたとしても面接だけで落ちましたっていう、でもそれ以外落ちた理由ないでしょっていう人が中には過去にいて、だってペーパー完璧にできてて、向こうの観察もまあ一緒に受けたね、お友達たちが言ってたけど全部できてたって完璧だった、だけど唯一面接をね間違えてしまったと。でその間違えた理由っていうのが、お父さんお母さんどっちかがね、志望動機で学校のことに対する航空講座だったりとか教育方針を間違えた、結構致命的に間違えた。語数にしては本当に少ないところなんだけど、本当にね、ほんのちょっと何かを間違えちゃったんですよね、一個の言い間違い、もうなんか、はい、某学校でね、そう、もう聞きようによってはちょっと聞き間違いかなと思うぐらいの聞き間違いなんだけど、うん、でも学校は見逃さないですからね、学校はダメだった、うん、それだけで落ちちゃったのね。だからね、でもまあ学校側からしてみたら、まあ、これはちょっと学校先生に聞いた話なんだけど、はい、そこを間違えるのは論外。そうね、うん、もし練習校だったとしても最低限のせいだよねって感じの話をしてましたよね、うん、うん、練習校自分たちのところに来る気はないのは分かってるけれど、はい、でもそれは学校に対してどれだけちゃんとしっかりと調べてるかっていうのは、うんうん、面接を聞けばすぐ分かる。そうですね、うん、一発で分かるから、まあ、そこは
聞いた瞬間に、あ、ちゃんと分かってないなと、あ、ちゃんとこの学校について語れないっていうか、うん、まあ、知らないなって思ったら、うん、それはやっぱダメだって、そうですね、はっきり言ってたんですね。もうそこから、はい、あ、もう面接っていうのは落とせないもんなんだなって、うんうんうん、僕の中ではもう特に確信になって、はい、合格にするために必要不可欠な要素であるということですね。そうそうそう、うん、あ、だからもう子供は喋れるように、うんうん、いや学校側はやっぱちっちゃい声でも喋って話してくれれば、うん、いいんですよって、それはもう最低限当たり前の話であって、うん、じゃあ周りと差をつけるにはどうすればいいか、もう大きい声で先生の目を見て、うんうん、で必要なことをちゃんと必要に話す、うん、だからそこができてもう100点が取れる。だからもう100点か0点かみたいな世界だから、もう面接言うなればね、ならば100点取った方がいいに決まってる。そうですね。で、まあ、そういうまず心構え、落としちゃまずいものっていう心構えをまず持ってもらわなきゃいけない。で、まあ、子供に関して言えばそんなに難しいことはね、うん、聞かれない。まあ、学校によってはまあ、いろいろあるんだけど、ちょっと意地悪な質問があったりします、ね、だけど、まあ、ほぼ子供が困るようなことはね、そんなにはね正直聞いてこない、うん、だから子供が大事なのは姿勢であり目線であり、どうやって話すかで、予想外の質問もねやっぱ来るの。そうです、ね、難しくはないけど予想外の質問が来る。でこの予想外の質問どう答えるかっていうのが、これがね、僕が教えるやり方で、はい、難しいんだけど、これはやっぱね、来てもらわなきゃ教えられない。そうですね。うん、でやっぱね、言葉で言ってできるもんじゃないし、うん、対面じゃな、対面っていうか、ね、実際にね、向き合わないと難しいんですよね。うん、これはね、もう僕の話し方とか、そういうので子供を引き出していくもんだから、うん、まあ難しいんだけど、ただね、これができるかできないかで、本番の安心感が違う。そうですね。うん、いやでね、本当に面接がバッチリうまくいくと、下駄履くことできますからね、ある意味ね。本当に、間違いない。うん、で、まあ、子供に関してはそういう感じね、はい、で両親はどうするかっていうと、両親のはね正直面接は大変。大変ですね。大変、これも本当めちゃくちゃ大変なんだけど、まず願書を書く ところから面接は始まってるから、はい、まず面接で書いた内容を両親でしっかりとこう認識をして、共有してね、そう、うん、志望動機っていうのは、まあね、来る学校と来ない学校はあるけど、言い方を変えてくるからね、志望動機をお話しくださいだけで来るわけじゃないから、いろんな言い方ね、でそのいろんな言い方で聞かれた中で、あ、これは志望動機だなと思う内容で志望動機を喋んなきゃいけない、うん、で、来ないなだね、来ないけれど言い方を変えて聞いてくる時があるから、はい、じゃあ1個だけ例出しましょうか。例えばどのようにして本校を知りましたかとかでも、うん、実はそう、本校を知ったきっかけは何ですかとかで、うん、でもこれ結構難しいですよね。塾に勧められてって言いそうになっちゃう人もいそうじゃない、うん、例えば、ね、仮に練習校だった場合とかね、うん、でも本当に例えば塾に勧められた場合はそう言うしかないんだけど、うん、ただそういう人って終わっちゃいけないんだよ、うん、はい、必ずどっかで志望動機を無理やりでもちょっと突っ込んでくる、うんうんうん、あんまり突っ込みすぎると質問の趣旨と離れちゃうとね、それはそれで良くないんだけど、だからそこいろんなシミュレーションするのね。こう聞かれた時にはじゃあどれぐらい志望動機のパーセンテージを入れるかとか、まあ、これがっつり志望動機を教えてくださいって来た時には、うんうんうん、じゃあもう全部入れていくぞ、全部入れるんだけど、今度すると1分2分3分になっちゃったらまずいから、うんうん、そうね、じゃあどこまで喋るか、そうしたあとはまあ、学校に来たことあるかみたいなことを聞かれたときは、うんうん、じゃあ来たことはあるのを伝えつつ、じゃあそこに学校の要素を含めた志望動機何パーこの学校なら入れるかとか、うんうん、そう、結構学校によって、ね、変わってくるときもあるから、そうそうそう、だからそういうのを、今のは言い過ぎとか、でここはもう足りない、もっとこの内容を言ってとか、そういうふうな内容でこう志望動機を組み上げていくっていうのがね、かなり大事。そうで、それこそ先ほどのそのお子さんがね、この YouTube だけじゃ言えないっていうのと同じで、子供にもね、個人差、個体差があるのと同じで、うん、ご両親もやっぱり、家庭の雰囲気だったりとか、お父さんお母さんのキャラがどちらが強いかとか、いろいろあると思うので、それによって、組み立て方とか、うん、プロデュースの仕方って変わってくるんですよね。特に子供はね、やる気満々の子とかはもうどんどん行くんだけど、例えばちょっと恥ずかしがり屋だったりとかしたら、僕もアプローチ変えるし、うん、まあ、中にはね、泣き出しちゃう子もね、いるから、泣いちゃう子にはまた違うアプローチをするし、ふざけまくっちゃう子も、ね、中にはいるからね。両親がいる中で喋るのが恥ずかしいとか、いろいろパターンあるよね。だからね、それは子供に合わせていろいろやり方を僕は
変えるようにしてるから、はい、ここでやり方をどうこうってのはちょっと難しいし、間違いになっちゃうかもしれないからね。そうそうそう、人によって違うからね、うん、それは言えないんだけど。あと、ごめんなさい、まだ話すことあった、うん、ないよ。僕一個ね、あのこの中で今日話したいなと思ったことがあって、うん、面接の、あの雰囲気にもいろいろあるよという、かなりざっくばらんな学校もあれば、あの事務的に進める学校もあるし、とある先生がメインで進めてって、真横に座ってる先生は実はメモしか取らないとか、そうあとは、ね、無反応って学校もあるらしいですよ ね、 あれ一番怖くないですか、うん、そう聞き取りしてすごい冷たい感じでしたっていう学校もあるんだよね。本当にね、その先生たちの、対応の仕方も多種多様なので、そこが、ね、面接の難しいとこじゃないかなって感じがしましたね、うん、そうだ、どんなことがあってもブレないっていうね、うん、心を折れないっていう反応がなくても、だからね、練習校受けるのって大事なんだよね、うん、何校も受けていろんな先生がいるんだよっていうのを ね、 百戦錬磨になっていけば強いですからね。そういうのを経験していくっていうのも大事だからね、まあ、だから、まあ、でもその前にやっぱ面接の心構えとかそういうのをね、僕は子供には必ずね、はい、初めにね、面接特訓始める前に聞いて、うん、理解させるっていうのは大事にしててね、うん、じゃあ何もわからないままやったってしょうがないし、うんうんうん、何のために自分はここに来てるのか、うん、何のためにこの面接特訓やってるのかっていうのがわかんないと子供ってやる気が出ない。そう、ね、だから必ず僕は初めその確認作業をね、はい、子供と共にするっていうことはね、やるって決めてるんだけど、でもこれやるとね、だいぶ子供の意識変わってくるので、ね、すごいですよ ね、 すごい変わるよね。波及効果がすごいんですよね、うん、行動観察もできるようになりますからね。そう教室の今通ってる別の教室で褒められるようになりました、ね、意欲的になりましたとかね、うん、そういうなんか不思議な魔法もついてきます、うんうん、まあ、なかなかそこまではっきり言わない教室もあったりとかするみたいだしね、僕なんかうちの教室の子たちなんかみんなもよく分かってるから、そうですね、うん、そうだ、分かってるんだけど、ただまあ、うちのとは関係なく、そういうのはしっかりと子ども自身が知っておくべきだし、うんうん、面接の主役はあなたであるということをしっかり教え込まないと、うんうんうん、いつまでたっても、ね、親に頼っちゃって、うんうん、親の方を見たりとか、そういうのは絶対良くないから、試験においてはね。だからその意識づけをするためにも、子供にそれを言わなきゃいけない。そうですね。うん、まあ、その面接特訓はね、やっぱり、なるべく早い時期から始めた方がね、うん、子供の成長が始まる前に一回やっとくと、成長とともにそれが身についていくっていうのが僕の中の感覚。そうだからね、今年も受験夏始まっちゃってますけど、本当は春先に来てほしいというのが、本音。そう、結構ね、直前に、うん、本当に直前にいっぱい来るんですよ、うん、外部の方とか。そう、9月、10月がね、多いですからね。そうだけどね、そうじゃないの、その前に来てほしいの、一回来てほしいの、まず、まあ。もちろん短期間で頑張りますけれども、うん、ゆとりがあるとね、それだけじっくり準備できますし、例えば、1ヶ月あれば直せるものもありますからね。うん、3日しかないとなかなか厳しいっていう微調整になっちゃったりする時もあったりするので、そのあたりはね、ぜひカレンダー見ながらうまく使ってみてください。ここしか空いてないんですっていう連絡の仕方も大丈夫です、頑張りますので、うん、はい、本当に以前もお話したと思うんですけど、この面接特訓や、願書添削に関しては、これね、昨日ゆうせつとちょっと話したんですけど、うん、フレンドリースクール、大きい教室じゃないじゃないですか。うん、か生徒の定員もあるし、全員をね、例えば一部聞いてる方も受けることはできないんだけど、うん、ただ、後でね、やっとけばよかったですとか、そういった話がたまにあるので、うん、その中でそのスポット的でもいいからね、一部そのエッセンス利用できればということで、総合講座とかもね、やってるんですけど、その中の一つで面接特訓もやっていると。はい、面接だから夜とかでも全然できるし、ね、そう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 、ズームなんかでもできるし、うん、なので、ね、そうそうそう、本当に後悔なく準備進めていくためにぜひというふうに作った講座ですので、ご検討いただければと思います、はい、お待ちしてます。面接特訓は絶対に僕がやりますので、そうですねそう、はい、そこはもう絶対新先生、ね、僕とね松浦先生2人でやっで、はい、松浦先生はもうひたすら速記ですよね、はい、ババこの面接特訓のねいいところは何かっていうとね、全部メモを横で松浦先生がメモを取りまくってるっていうね、はい、そうだから終わった後ね、ツールのままそれ使って練習ができるというね、うん、一緒に二度おいしいですから、そうはい、はい、そんな感じですかね、はい、万が一僕がどうしても立ち会えない時などはスマホで録音していただくとかね、うん、そういった方法もできます、はい、はい、まあ、めったにないですから、ご安心ください。ね、さあ、ということで、フレンドリースクールの面接特訓コース、
画面に出ている通り、ご家庭のオリジナリティを生かした面接ができるように特訓いたしますということで、1時間やります。他の教室だと、まあ、あのね、授業内にセットの場合、20分とか15分しか見てもらえないよということもあると思うんですけど、1時間ありますから。大体1時間じゃ終わんないけどね。はい、そう。1時間じゃ終わんないんですよ、はい、本当は。うん。なんですけれども、やっぱり他の、サービスと比べると明らかにボリューミーだと思います。はいはい、いつも僕は勝手に延長してますから怒るんですよね。そうですね。そうそう。次の方待ってますよなんて言ってやるんですけどね。なので、ぜひね、しっかりとその準備。うん。多分、ね、ペーパーもやった、行動観察もやった、運動もやったらもう仕上げですよね。仕上げだね。うん、で、ただこの仕上げをそうやらないと落ちますから、ね。そうなの、うん。本当にね、面接だけで落ちましたっていう話を僕は聞いたから余計に、はい、ちょっと焦ってる。はい。ぜひ。ということで、はい、今日はタイムにしてみました。さあ、あとは、願書添削であったり、もやってますと。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちら、西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。YouTube への高評価であったり、こちらの、YouTube のチャンネルへのチャンネル登録か、であったり、この動画への高評価もぜひぜひお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。いたします。